豊里ゆかりの森の昆虫館では8月31日木曜日までの夏休み期間中、つくばちびっこ博士が開催されています。今回は職員の上村さんに館内を案内していただきました。ゆかりの森昆虫館の上村です。この昆虫館には世界の昆虫約5000点が展示してあります。今日は私のおすすめの昆虫を紹介したいと思います。このコーナーは世界のクワガタムシのコーナーです。特にこの標本、茨城県産のオオクワガタ、野外品です。この産地は美浜村で採れたオオクワガタですけども、この場所は開発されていなくなっていますから、とても貴重な標本になっております。これが大人気のヘラクレスオオカブトとネプチューンオオカブトです。ヘラクレスは羽の表面が茶色いのから多少青みがかったものまでいろんなものがあります。メスは日本のカブトムシとそっくりです。このネプチューンカブトはほぼ黒っぽい色をしてます、ね、角が、ね、大きく曲がってますから、ヘラクレスよりもネプチューンの方が大きな感じも受けます。この5本角兜も私のおすすめです。角が5本あるので5本角兜と言います。中でも鬼5本角兜と黒5本角兜は他の博物館ではほとんど展示されていない種類です。ここでしか見られないと言っても間違いないと思いますので、ぜひ見逃さずに見ていってください。このコーナーは鳥羽根揚げ派のコーナーです。鳥羽根揚げ派はオスとメスが全く違いますし、中でもこの極楽鳥羽根揚げ派、ね、パラディセア鳥羽根揚げ派とも言いますが、後ろ羽が非常に短くって小さくって、美女突起がこういう細長い、とても変わった蝶々です。この標本箱は今展示準備中の箱です。今日は特別にお見せします。この蝶々はヒレオトリバネアゲハといって、先ほどお話した極楽トリバネアゲハに非常に近い種類です。このビジュアル特許の先が極楽の場合はスッと伸びているのに対して、ヒレオの方は中に 先っぽの方にヒレがついております。それでヒレオと言います。このヒレオの方は後ろ羽が極楽よりもより狭くなっています。こちらの方がとても珍しい種類です。続いて地下の展示ルームを案内していただきました。ここには生きたカブトムシを展示しています。カブトムシには大きさの大きなものから小さなものまでいろんな変異がありますが、色も変わったのがあります。違った色のカブトムシがあるから出してお見せしましょう。このカブトムシを見てください。赤いでしょう。通称赤カブと呼ばれているものです。でもこの赤い色は黒い色とカブトムシとどこが違うのかっていうと、よく分かっておりません。遺伝的なものだと言われています。これが生きているギラファノコギリクワガタです。東南アジアに住んでいます。この細長く大きな大顎が特徴です。子供たちには大人気のクワガタです。これが生きているヘラクレスオオカブトです。先ほど標本で見ましたけども、また生きている方も見てください。このヘラクレスオオカブトは生きている時は羽が黒いんですけども、今はちょっと乾燥しているので黒くなっていません。湿度が高いと黒くなります。最後にカブトムシやクワガタが取れるクヌギの木を案内していただきました。これがクヌギの木です。ここに樹液が出ています。樹液は甘酸っぱい匂いがして、カブトムシやクワガタムシが大好きです。昼間はカナブンとかスズメバチが来ていますので、この場所を覚えておいて、夜来るとカブトムシやクワガタムシが
取れると思います。筑波ちびっこ博士は8月31日までですけども、昆虫館はそれ以降も開館しておりますので、ぜひ9月以降もいろいろ野外も散策しながら中での展示も楽しんでいってください。